バッターにはね、この当たりです。これは右方向に持っていきました。ヒット、長打を狙ってくるという状況ですね。逆方向への当たりになりました。バットの先、ランナーは2塁を蹴って3塁へ向かっていきます。山川ヒット。さあこれで2アウト、ランナー3塁1塁。これも逆方向へのヒットです。バットの先、今日2本目のヒット、2本ともライト前の番取れてレフトポール際、打球は伸びていきました。素晴らしい当たり。さすがは山川穂高、甘く入ってきた変化球見事にレフトに持っていきました。遅い、ミス、フルカウント。インコースのボール、高く上がっている、高く上がっているぞ、どうかライン際追っていって、そのままこのボールが入りました。1番の2、3で決めた山川は、キュアレフトを襲う、フェアです、フェア。山川タイムリー、さらに1点追加、7対4。初戦で小島からホームランを打っています。引っ張って左中間です、長打コース、初ヒット。バッター今日はファーストスタメン山川、トゥーバースケット。どうでしょうか、はい、高々と山川ポール際入りました。ラスさん2本のホームランを打っていたという山川のこの打球が伸びていって、これも入りました。2000連発第12号、この痛烈なライナーになります。2塁まで山川行かない、1塁で止まりました。ここ50試合3割6分8円。初球ってレフトへ上がった、オーケーオールセンダー、上がった上がった3塁、そのまま行った、また打った、また打った、第13号、山川穂高先制のツーラン。ゴールデンウィークどすこい山川。さあ緊急しないとやっぱり打って、これも持っていくか、レフトへ下がって下がって、また入った。連続があります。引っ掛けながら左右間へ持っていった、レフト前ヒット。もう早くも3安打、ホームランこそなりませんでしたが、レフト前ヒットです。2017年に一度イーグル戦で3打席連続というのがありましたが、中村拓